さあ、本日は約7ヶ月ぶりの JR 四国へやってきました。6000系に乗ったりいろいろした後、徳島方面へ向かいます。今回乗る車両は2700系。その中でも日本で屈指の高速機動車うずしお号に乗車します。うずしおは1988年登場した日本一運行本数の多い機動車特急です。ただし大体は2両編成で運行されています。朝ラッシュは5両になったりもするんですけどね。まあ個人的には両数減らしても1時間に1本運転してくれる方がありがたいです。まあ無駄話は置いといて乗車していきましょう。この列車は、うずしお13号ですので、栗林、志度、三本松、板野、徳島に停車します。一番少ないパターンです。数えたところ16パターンあったので怖いです。ちなみに次回改正で1パターン減ります。はい、あんま変わってないですね。そろそろ発車ですので、化け物の目覚めをお聞きください。三本松で降りて、2700系とさよならしましょう。本当は徳島まで乗ってもよかったんですが、18切符旅行なのでやめておきました。こんなとこで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。